松田力也は、ジャパンラグビーリーグワンの埼玉、パナソニックワイルドナイツに所属する、ラグビーユニオン選手。6歳からラグビーを始めた。父親が、ユニチカの社会人チームの選手でありどもに練習に、励んでいたが2005年12月25日にその、父親が、蜘蛛膜下出血で急性。しかし以降も悲しみを乗り越え練習に、励みぶせ高時代には、父の念願であった。 花園ラグビー場出場を果たす。2013年、伏見工業高校卒業後、帝京大学に入る。なお、伏見工業高校時代、高校日本代表に選ばれたことがある。2016年5月、同年6月のカナダ代表及びスコットランド代表戦へ向けた日本代表、スコットに初選出。同年六月十二日に行われたカナダ代表戦にて、途中出場で、 日本代表初キャップを獲得した。2017年、帝京大学卒業後、パナソニックワイルドナイツに加入。同年6月には、スーパーラグビーサンウルブズの2017年スコットに追加招集された。また、同年8月19日に行われた、ジャパンラグビートップリーグ第一節のクボタスピアーズ戦にて、先発出場で公式戦初出場を果たす。 2019年8月、ラグビーワールドカップ2019の日本代表に選出された。判断力とフィジカルに定評があり、対戦した元オーストラリア代表のベリック・バーンズが代表に選んだ方がいいというほどであった。ありがとうございます。